はい、エントリーナンバー36番姿美京34歳、岩手県遠野市で料理人をしております。私は地元遠野市で酪農家兼料理人として、料理人の視点から牛を生産したい、牛乳を作りたい、それをお客様に美味しく召し上がっていただきたい、食事を楽しんでいただきたい、そういった目標を持って日々精進しております。今回のアレノ氏の課題には、山と共存する酪農生活をテーマとし、山で見つけた食材と私が生産した名もなき牛を使い一品を作りました。まず牛の赤身の内ももを酒粕につけ10日間エイジングします。こうすることで牛の赤身に柔らかな米由来の甘み、旨味、風味をまとわせます。10日後酒粕から出し、アサリの出汁汁につけ63度で低温調理いたします。山で採取した香り豊かな黒文字を当て、炭火と黒文字の枝で表面を炙り、乾燥させた山椒の軸と葉を炭に入れ、ボウルで蓋をし燻香をまとわせます。肉をスライスし、自然農のブルーベリーと山桑、ハーブをあしらいます。ソースは自家製の生乳を68度で30分加熱し、殺菌、乳酸菌を加え発酵させます。発酵したらナスタチウムの花と山桑を合わせミキサーにかけます。無農薬の四国米を炊き、洗い、いりこ、山椒、古代味噌、ブロードと合わせ付け合わせを作ります。これは旨味の強いメイン食材を米の柔らかく優しい旨味を添えることで中和させ、食べ合わせを良くすることを狙いました。盛り付けて完成です。採取した黒文字で作った羊脂も添えます。料理名、山の酔いどれ牛、軽やかで柔らかい味の一品です。アレノ氏の前菜の一品としてお出しするイメージで作りました。よろしくお願いします。